こんにちは、ヨウくん町ブラチャンネルです。本日は洗練された都会、長崎駅周辺の散策でやっていきます。市街地の散策、そして観光地を巡っていきますので、ぜひ最後までお楽しみに。ってことで、長崎駅に到着。ホームの雰囲気がとても綺麗です。改札口の様子はこんな感じ。駅構内、これだけでもインスタ映え。広々としてて大変美しいです。駅構内には長崎街道かもめ市場、ひとまず岩崎の角煮まんじゅう、長崎に来たら外せない一品ですね。他にはハトシ、油とエビのすり身の味わいが絶品です。ではまず市街地とは反対側の出口、西口の様子を見ていきましょう。長崎駅西口、こちらも外観がおしゃれです。お、なんだあの階段は。そう、こちら出島メッセ長崎。それにしてもでかい。しかも2021年11月あたりにできたみたいだから超真新しい。こちら先ほどの長崎駅西口、そして僕の後ろ側には長崎県庁。こちらのエントランスもインスタ映えですよね。そんな県庁展望台がこれまた大変素晴らしい。山々に囲まれる港町、また横浜や神戸とは違う雰囲気が出てます。あちら中心街、もうこう見てもね、かなりの都会。では駅に戻り、今度は繁華街方面を見ていきましょう。はい、繁華街方面、東口のペデストリアンデッキ。長崎は路面電車が通ってる街、交通も大変便利です。そして駅前のビル群、めっちゃ都会です。反対側もこんな感じ。いや、ここまで都会とは正直衝撃です。おしゃれな観光地も多いことからタイトルは洗練された都会に選定。そして忘れてはいけない、駅前には九州主要都市で展開するアミュプラザ。クオリティの高いセレクトショップ、飲食店が入ってて、もう買い物はここで十分くらいの商業施設。そんな長崎駅前、何やら工事中。おそらくあれが開通するからかな。あれとは、そう、西九州新幹線かもめ。在来線ホームからも新幹線ホームが作られているのがよーく伝わってきます。ちなみにこちら特急かもめということは、在来線特急かもめはどうなってしまうことやら。はい、それではまず路面電車に乗り、長崎の北方面へと移動。しかし長崎は都会です。奥にはアミュプラザとは別の未来長崎ココウォークというショッピングモールが、観覧車も設置されてます。素晴らしいです。そしてカメラを回すと、こちらも複合商業施設。もうどんだけというくらいにね、驚かされます。そう、こちらのエリアは何といっても長崎に来たら必ず訪れなくてはいけない場所。そう、桜が咲いてる下にある広場、そこはなんと原爆落下中心地。平和の大切さや当時の悲惨さを学べる場所。ここまでの長崎の復興に日本の凄さを改めて感じます。あとその近辺には浦上天主堂、弾圧に苦しんだ浦上信徒が築いた教会。建物がまた大変味わい深いです。では一旦長崎駅前に戻り、今度は駅から南側を見ていきましょう。むしろこっちが繁華街方面、さっきのも十分栄えてましたけどね。マジですごいです長崎。再び路面電車に乗り移動。街を歩かなくても街の様子が映せて、路面電車は大変助かります。途中下車した大鳩停留所。さあこちら側をちょっと歩くと、はい、夢タウン。長崎のショッピングモールの規模、数にはほんと脱帽です。でこれだけを映しに来たわけではございません。この裏手には長崎港。風でなびく波がまた味わい深い。奥にはカフェなどが立ち並ぶ施設も。いやー、おしゃれっすね。デートスポットですね。港沿いの通りもこんな感じ。夕暮れの街並みに建物の明かり。しばらく撮影を中断して黄昏れてしまいました。ひとまずホテルにチェックイン。一人で予約したのにベッドが2つも。これはどういうことでしょうか。はい、おはようございます。本日は出島からスタート。先ほど映した港のすぐそばです。1636年に建造された人工の島で、現在は建物や景観も復元されたとのこと。扇形であることも景観から見てよーくわかります。また中島川の水の色合いも非常に美しいです。
ではさらに出島より南側に進んでいきます。この先にはオランダ坂、他見どころもたくさんあります。でこの映像を見るとね、少しぐらついてるの分かります。今度ねこれを解消するためにホーヘムのジンバル、こちら長崎の映像ではないですが、ほら歩いた時も動きが滑らか、そしてね左側に曲がる時も自然な動きを演出してくれます。ちなみに走った時はこんな感じ、これも全然ブレてないですよね。皆さんも旅行で動画を撮る際はぜひご参考に、概要欄にリンクも貼っておきます。ってことで突然の宣伝で申し訳ないです。こちらオランダ坂で、オランダ坂からさらに坂が分岐、ここを登ると東山手12番館、長崎が異国情緒あふれる街であることがよくわかります。何も洋風の建物だけではありません。オランダ坂の近くにはこちら長崎孔子廟、洋風の建物の後に見るとまた味があります。孔子廟からしばらく歩きますとこちら何やら謎の建物が、そう実はエレベーターなんです。こんな感じで斜め上方向にエレベーターが登っていきます。いや面白いですね。エレベーターを登った先の景色はこんな感じ、斜面に住宅街があるのがよくわかります。違った角度から見る港もまた格別です。すぐそばにはグラバー園、こちら長崎で外せない観光地、中は撮影許可が必要なためこちらウィキペディアで本当申し訳ないです。細い階段を降りる、これもね長崎らしいですよね。階段から降りてちょっと歩いた先にはお土産屋さん、お茶屋さんがたくさん。この通りもまた西洋風の建物で埋め尽くされて異国情緒を感じさせられます。もう長崎は名所が多すぎて動画を作るのがほんと大変。あと長崎は別港も有名だよっていうお話です。ではいよいよ中華街と繁華街を見ていきましょう。さあやってきました、出島からちょっと歩いたところに長崎中華街があります。日本三大中華街、神戸、横浜、そして長崎ですからね。ちょっと歩いてみましょう。いろいろな飲食店、他中華系のお土産屋さんが並んでます。右手のお店みたいに食べ歩きできるテイクアウトのお店も何軒かあります。でカメラを回してこちら側も何軒かお店があります。どこに入ろうかなとちょっと迷った結果、こちら大鶴さんで食事をすることにしました。はい、とりあえず毎度おなじみビールと、長崎といえば皿うどん、そしてチャーハンのセット、本場の味はまた違う気がする。うん、めっちゃうまい。はいはい、餃子も忘れてはダメですよ。中華街は小規模だから逆に迷わないのが一つの魅力かもしれません。では路面電車で中華街から一つお隣の西浜の町へ移動。はい、西浜の町に到着。この辺りは3路線おそらくね入り混じってて、道路もほぼ線路みたいな感じです。でこちらの交差点を右に曲がり、しばらくまっすぐ進むと、こちら左側にはベルナード観光通りというアーケード街があります。ちなみにアーケード街入り口から映した街の様子はこんな感じ、奥には居酒屋さんからカラオケ店まで賑やかな通りがあります。もうめっちゃ栄えてますよね。さらにこっち側に進むと思案橋、長崎の歓楽街が構えてます。思案橋全泊した際にねちゃんと夜の撮影もしました。どうでしょう、なかなかの規模の歓楽街、九州の主要都市はねどこも歓楽街のレベルが高いです。全泊した際中華街がちょっと行けなかったので、こちら思案橋横丁通りの横浜で中華をいただきました。とても美味しかったですけど夜なのでちょっとね今日昼間は歩き回ってカロリー消費をしました。では思案橋はここまでにして、さっきのアーケード街入り口へ戻ります。はい、アーケード街入り口に戻りました。ちなみに奥の白い建物は浜屋百貨店。それではアーケード街ベルナード観光通りを歩いていきます。はい、もう映像を見てもご覧の通りめちゃくちゃ栄えてます。途中アーケード街で交差する通りがあり、カメラを左に回すとこんな感じ。はいはい、こっちもしっかり栄えてます。ちなみに右側浜屋百貨店方向にカメラを回すとこちらもかなり栄えてます。ちなみに交差する通りは浜の町アーケードという名前みたいです。
しかし人通りも本当多い。佐世保のアーケード街もね、大変活気がありましたが、長崎市のアーケードも大変素晴らしいです。商店街はチェーン店はもちろんのこと、長崎らしさが出てるお店も多い。こちらクジラ専門店、長崎がクジラ料理でも有名。その他にも昭王軒、江戸中期からの歴史がある老舗中の老舗、ここで友人にお土産を買い大変喜ばれました。ちょっとここでカメラのバッテリーが。コンセントを貸していただいたドドールさん、本当ありがとうございます。ドドールは全国だけど、カステラがあるのは長崎だからかな。しかし栄え方が大変素晴らしいアーケード街。ここでアーケード街は終了だけど、ピンクの楽天モバイルのお店の脇にさらに通りが。これはもうね、歩くしかないでしょう。ってことでこちら、歩子は中通り。さっきの商店街とはまた全然雰囲気が違いますよね。江戸中期から続く長崎で最も古くからある商店街とか、約400メートルに続く通りに約130軒ものお店が。長崎来たらさっきのアーケード街、そしてこの通りはね、もうセットで来た方がよろしいかと思います。昔ながらのお店もあれば、今風のセレクトショップっていうんですかね、おしゃれな洋服屋さんもあります。さあ、この通りは全部歩きたいところですが、時間の関係とどうしても移さなくちゃいけない場所がありまして、こちら左側に曲がった先に橋があります。さあ、何の橋でしょうか。答えはメガネ橋です。日本初のアーチ式石橋として有名。この日差し具合がね、また映えますね。それではメガネ橋近くの市民会館前から路面電車に乗り長崎駅へ。その後に素晴らしい映像を映しましたので、最後までお楽しみに。さあ、こちらまず港の様子ですが、奥に見える山、稲佐山から街の夜景を見てみましょう。長崎駅からバスで約6分、ロープウェイ乗り場前に到着。夜桜も非常に美しいですね。それではロープウェイ乗り場へ。長崎の夜景は世界新三大夜景。ちなみにこちらゴンドラはなんと工業デザイナー奥山さんのデザイン。他にも手掛けたデザインとしては北陸新幹線の車両とか、あとフェラーリエンゾって書いてありますね。すごいですね。さあ、ロープウェイを登り、こちら長崎の夜景ではありません、展望台へ向かう通路。演出がおしゃれですね。はい、こちらが長崎の夜景。何でも1000万ドルの夜景と言われるとか。映像の奥にはハートマークのライトアップが見えますよね。あそこに合わせて写真を撮ってもらうサービスもあります。いやー、自分も写真撮りたかったですが、さすがに一人でハートマークのところの写真は痛いのでちょっとね、やめました。皆さんも大切な人とぜひ一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。しかし長崎は初めて来ましたけど、めっちゃ洗練された都会かつ観光地が多すぎて、1日どころかね、2日かけても回るのが困難でした。はい、以上長崎駅周辺を散策する動画でやってきました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。途中新しい企画も挟むこともありますので、ぜひそちらもお楽しみに。本日も、動画を見ていただきありがとうございました。